みんな俺についてきな。今日はねガサガサに行って、なんとねガサガサで行くんですよ。今から魚とか捕まえて、ね、その捕まえた魚を餌にして巨大な魚をちょっと釣っていこうかなと。網持ってかないか。カメリン、あの今日ガサガサやることになったんで、はい、撮りましょう。撮りましょう。意気込みをいっぱい撮ってやるぜ。はい、日本人の皆さんどうも。今日はね、あの5人で魚釣りに来ました。で、滋賀県の琵琶湖に来てます。あのどんな魚が釣れるか、まあ、ちょっとわからないんですけど、まあ、釣りのすごい腕がうまい、高橋魚人改め高橋ヤモンさんって方に来てもらってるんで、その人にレクチャーしてもらいながら滋賀県の琵琶湖の魚を今回はルアーでねやっていこうと思います。西丸さん釣れるかな。釣れると思います。っていうかもう釣らな帰れんでね、今日も。昨日それでギリギリ最後釣って帰ったのよ。あ、そうなの。夜釣りまでやってる。夜のね。何時から行っとって。朝から行って、何時から行ったのかな。帰最後8時半まで、9時ぐらいまで釣りした。あ、そんなにしよった。そうだよ。それで今日もで今日もだよ。だから昨日その後もとんでもない酒飲みまくって今日はでも釣らなまずいでしょ、さすがに。そうですね。だってもう5人からカメリンまで出張ってきてくれたから。5人おったら確率は上がるんだ。まあまず全員1匹ずつ釣りたいかな。 あとできればでかい魚、これで琵琶湖にはね、釣れる可能性があるのはブラックバス、ニゴイ、コイ、琵琶湖ナマズ、イワトコナマズ、ハスっていう感じでいろいろいるのよ。ブルーギルもいるし、何が釣れるか分かんないっていうのが琵琶湖の良さ。本当に何が釣れるか分かんないけど。そうですね。で、琵琶湖で世界記録のブラックバスが釣れてるんで、もし今日世界記録釣れたら、もうギネスブックですね、ヤフーニュース確定です。世界記録って何センチ？何センチというかキロなんだけど、12. 何キロだから13キロぐらい釣れば世界記録。13キロ。これが釣れちゃったらヤフーニュース、カメリンがやるんじゃないかと思うんだけど。あー、意外性で。そう、これは可能性あるよ。なんか昔の巨人の山倉みたいね。誰それ知らん。あ、おったね。意外性の山倉とか言う。8番山倉ね。そう。暑いね。暑いっすね。あ、今日カメリンさん主役なんで、はい、カメリンさん、はい、まだ魚釣ったことないんですよね。ありますよ。いや、管理釣り場以外はないじゃないですか。ないです。今日お願いします。わかりました。釣ってやりました。え、何釣ってやります。どんな仕掛けでやるか。まずチャガヤフさんが、はい、サミングの味ですね。あと琵琶湖って、はい、琵琶湖ナマズ、ブラックバス、ブルーギル、ニゴイ、ハス、いろんな魚種が、何が釣れるか分かんないのが琵琶湖がいいとこ。ああ、魅力ですね。楽しみですよ、はい、じゃあ秋山専務はどうですか。これはね、巨大なね琵琶湖ナマズが釣れるかも。1メーターありますよ。はい、でカメリンさんは、はい、芋ですね。はい、これもいろんな魚が釣れるんで早速やっていきましょう。はい、私はですね、カルカタコンクエストにバスパラを装着して、こういうルアーで巨大な魚を取っていこうと思います。シマル先輩も来てもらいました。はい、はい、今回はですね、この山線香の、山線香の砂付き、これ何カラーか分かります？エメラルドグリーン。カマキリカラーです。カマキリ、はい、カマキリっぽいでしょ。カマキリ、あ、物語でカマキリが、巨大カマキリ物語。 あの人もカマキリっぽい。カマキリが2人。いや、あれもしかして今の手はあれをやりたい。あじゃあ釣り行きましょう。カメリン楽しみですね。楽しみですね。いや、俺もやっぱカメリンとこう釣りに来れて嬉しいですよ。危ない。カメリン、ここ急やね。これ台風で飛ばされた木が。え、これが。そう、去年マジ台風で大木が飛ばされた。これは石丸さん、今手本を見せてください、カメリンに。カメリン、はい、投げ方をじゃあレクチャーしていきます。じゃあ石丸先輩どうぞ。俺素人投げやけん多分参考になると思うけど、俺は大体これこう。あ、こうやってやる。
ここ持ってここ返して、はい、投げてください。で後ろにこうゆっくり持っていって、でこれでパーッと、どこ行った？ OK、 飛びました。はい、じゃあカメリンさんお願いします。さあ全力リンリンでお願いします。投げれるか。全力いいね、いいです、いいです、ありがとう。そしたらベールを返してちょんちょんちょんって誘って巻いてくる。あ、いいですね、いいですね、芸の持ち。あ、いいですね。じゃあ1本釣ってよ。わかりました。昨日釣っとるんだから2匹、はい、3匹か。あ、まあ、あげたのは1匹、うん。昨日ね、茶谷さんをね、メロンっていう名前に改名しようとしたんですけどね、嫌だって言うんで、メロンは嫌だって他に何が出たっけ、いろいろ出たよね。出ました。名前何だったっけ。フクロウとか。どれも投げますね。ちょっと一本釣ろうよ。反応どう？反応いいですよ。あ、当たりあった？ないよ。いろんなとポイント投げてみて。はい。ちょっと一匹釣りたいよね。カメリ、もうちょっと飛距離出そうか。どうですね、まあ、当たりあった。昨日奇跡で釣れたからな。あれ昨日何やったん、あれ。俺バラしたの、でかいの50ぐらいの。あ、ここでバラしたね。バラした。あ、こういう、見せてください、仕掛けを。あー、見えん。スプリットショットリグでこういう、これ釣れるよ。俺がアットのことか知らないけど。いや、アットる、アットる。おれば釣れる。なるほどね。フクロウさん、はい、フクロウさん、何でもいいです。昨日コンコルドっていうあだ名ふつきそうになったけど、コンドルです。コンドル、コンドル、岩本。あ、やべえ。どうした？あ、よかったよかった。あ、大丈夫だ。引っかかっとる。あ、大丈夫。ちょっといい竿を買った方がいいかもね。本当ですか？それ一番安い竿や。昨日これで釣れたんで、ちょっともう愛着出てますか？あ、本当、はい、あ、使いやすけりゃいいよ。投げてみて。何がいいとか悪いとか、よう分かんないですよね。あ、十分飛んでるね、はい。自分はこれで取ってあげますよ、この魚。釣れるかな。だから昨日俺釣ってるんでね、夜ここで荷ばらし、結構大きいの来たんでね。もう今真っ昼間ですけど、昼間でも釣れる時釣れるよ。あの朝夕しか釣れないっていう、そういうマインドの方もいるんですけど、自分結構ドピーカンの11時とかそういう時にでかいの釣ったりしてますね。いきなり一頭目がかりなんだけど、おじさん釣りしてますね。やっとるにゃー。あれ、誰だ、これは。コーネリアスが、コーネリアスが釣りしてますね。この人はコーネリアスだな。面白く見るか。コーネリアスに。コーネリアスどう？コーネリアス。え？どうしたコーネリアス？硬くて曲げ壊れた。ちょっとカメリン。はい。カメリンのこと今後俺コーネリアスって呼んでいこうと思うんやけど、どう？コーネリアス。いいですよ。はい、いいですよ。コメリンコーネリアス。コメリンコーネリアス。ですか。じゃあ今日一回こっきりなんで、はい、あの必殺技やっていただいていいですか。はあ。ふう。竿を持ったまま。全集中。湖の呼吸一の方。ガサガサの。何これ。カメリン、正直あのいつもさ物語でさ、はい、あの1回50万再生出たじゃん、はい、であれで調子に乗って何本も何本もやったんだけど、はい、あの乱れ打ちしすぎて視聴者の反応いまいちだってことに気づいたんですよ。あの1の方2の呼吸を言って鬼滅の刃、はい、あれやってる時カメリンさんどうなんですか。実際あれはもう完全になりきってるんですけど、はい、まあ、でもまだですね。楽しいっちゃ楽しい。楽しいです。なるほど、なるほど。じゃあではあのなんか
その鬼滅の刃の中のモノマネをしている子供たちのマネです、うん、あれが可愛かったから。あーなるほど。あ、鬼滅の刃のモノマネを子供たちがやってることをモノマネした。そうです。コーネリアスが。そうです。コーネリアスコーネリアスってどっから出てきたか知ってます？知らないです。なんか確か映画の中でコーネリアスっていう犬ですか？犬だったかな、猿の惑星だったかな。コーネリアス犬っていう、なんか、あ、いるんだ。いま す, いま す, いません。カメに投げて。上手になったです。うん、撮ってあげるわ。あー、だいぶあと倍だね。あとちょっと伸ばしたらさらに投げるときにこう多分シュッてこう剣道の面と一緒だから、ふわじゃなくて背後だけ気をつけてね、針があるから、はい、背後だけ気をつけたらこう剣道の面みたいにこう手首をこう柔らかくして、シュッて止めるの。はい、やってみようか。了解です。このキャスティング講座、コーネリアスの魚釣りよし、じゃあやってみよう。思いっきり振ってみて。はい、いい、いきます。おい、投げてみて。あ、伸びたでしょ。飛距離 1.5 倍で、できれば、はい、こう投げた後にこう差をこうなったからじゃなくて、投げた後にビタッて止める。あ、いわゆる剣道の面でこう剣道してるでしょ、はい、頭をバンってこう止めるイメージ。それでこう投げるときに手首をスナップでグイッてやると伸びる。了解です。もう一回やってみましょう。はい、はい、じゃあここから撮ってあげます。カメにどうぞ、はい、キャスティング講座ですよ。はい、行きます。伸びた伸びた、伸びました、飛距離伸びた。あとはまだ投げるときにこうなんかふわーって優しいんですよ。じゃなくて背後だけ気をつけておけば大丈夫だから、はい、投げるときはこうして手首を近づけてスナップでここバッてボールを石を投げるイメージ。そしてバッてやるとビヨーンって。いいよ、いいよ、じゃあ投げてみましょう。了解です。よし、はい、おお、倍近く伸びてますよ。あとはあれをもう何度も何度も遠くに投げる練習、はい、でやっぱ遠くに投げれば投げるほどこう探ってこれる場所が増えるから超過も上がるんですよ。だから遠投もできた方が特におかっぱりは。了解です。はい、ありがとうございます。まだカメにバス釣ったことないから今日できれば1匹ね、はい、釣ってもらえるといいかなと。ぜひ1匹釣りたいです。あと結構ねコメントできてるんですけど、カメリンファンっていうのがいて、はい、カメリンを出せ、カメリンを出せって俺に言ってくるの。カメリンかわいい、カメリンかわいいって。ありがとうございます。あとコメントでよく来るのは、あの俺との1時間の対談が拷問だったとブラック企業じゃないかという話もさせ、そういうコメントも来てますね。あ、やっぱあの1時間は結構ちょっときつかったですか？そうですね、意外と長かったです。あのでカメリンさん、これ見てください、下をロック体じゃないですか。こうなると石の歴史をまた、あ、ね、たくさんの石があります。今日見ない、あのあれですね、うん、100兆万年前です。そうよ。でも神に不思議と思わないですか？あそこに山あるでしょう。あそこ山、あの島、あ れ, あれ何年前にできたと思う？100兆万年前。不思議でしょ。不思議ですね。あんなものがだから大地震が起きたんですよ。あ、ここが隆起するぐらいの大地震が起きて山が盛り上がっちゃった。そんなに。で水が入るでしょ、はい、100億年かけて水が削るのよ。はあ、水が削る。あ、じゃあもう最終的には山がなくなってしまうってことですね。あと500億年経つとね。あと500億年、うん、だからあの島の寿命も500億年ぐらい経つと徐々に削られてってるから、はい、最後はもうこういうふうに地盤沈下。ああ、かわいそうに、はい、どうでもいい話でさ。自然の音いいっすよね。今からどんどん投げてきますんでね、今んとこ開始1時間ちょっと誰も反応がないんですけど、昨日釣れてるんでね、今日も1匹ぐらいは出る可能性あるんじゃないかなと思ってます。 あれ秋山専務だな、あの紫のおじさんは。あのタヌキみたいなおじさん、どこの人だろう。
ちょっと話しかけてみるわ。カメラ持ってるもんで YouTuber かもしらん。釣れましたか、おじさん。高橋さん、全く釣れません、ここ。俺も。昨日だけど、3回当たったよね。そうだね。やっぱ時間帯かな。これ、今のとめちゃくちゃ浅いね、ここ。あ、ちょっと行くと深いよ。あ、そうなんだ。ね、一応ね、こう岩があったら。あの線、ライン状かなんですか。そこがえぐれてるんだわ。でそこでよくバスボート止まってやるし、俺もそこで45釣れた。あ、そうなんだ。だから地形をね、だからあの波の色の変わりあるやん。あるあれより向こうは5メーターぐらいあるよ。だから一気に深くなってくる。あ、そうなんだ。朝ってどうすんと。だからあの波の色の変わるところはもう5メーターぐらい。あ、なるほどね。でもう一個奥行くと8メーターとかあるよ。でさらにもう10メーター行くと20メーターになる。寝掛かりしてね、切れちゃった。あ、そうか、うん、あれね、俺も切れたよ、一発で。あ、そう。一投目でね、だからこういうのがいいかも。これで巻いた方が。釣りしてますね。一匹も釣れてないです。今、滑って転んじゃったんでね、もう一瞬ここで今頭洗ったりドボーンみたいな、ちょっと軽いこの浅瀬でね、こうちょっと浅瀬が続いてるんで、ここで軽くちょっと泳いでみました。暑いんでね、まだ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 真夏ですよ。綺麗でしょ。今日はちょっと、昨日は釣れたけど今日バスがいないね。石丸さん、反応あった？一番最初にあったような感じがする。マジで、うん、コーンって、まあ、つって釣られよったような、疲れよったような感じ。あ、じゃあ続いてたバスかブルギルか、釣れんかった。それからは一切ない。ちょっと移動しようか、ちょっと今日魚いないわ。全部反応あった。移動だね、多分。移動した方がいいよね。こんなん投げたけどね。もうリップがこれぐらいないとね、潜ってしょうから、これがちょうどいいぐらいだね。ああ、これいいでしょ、うん、これ日本で売ってないるわよ。あ、そうなんだ、うん、俺取り寄せた。アメリカから取り寄せた。海外輸入のやつ。なるほどね、うん、カメリーさんはどうですか。え、何え、なんてコリアンダーコーネリアスや。コーネリアス。あの猿の惑星に出てきてくる。それでなんかアマゾンレスになってみたり、なんかもうわけわかんない。いや、あの猿の惑星に出てくるコーネリアス。コーネリアス。コーネリアスって猿や。アマゾンの女軍団じゃないのかね。おお。カメリンはだけど、やっぱサングラス外したらさ、結構可愛いけどさ、サングラスつけちゃうとカマキリになっちゃうからね。カマキリです。菊池さんから昨日電話かかってきてさ、あのカメリンのサングラス、あのカマキリみたいなの外させろ、言ってマジで電話かかってきて、あれはないでとか言って、でも俺はあのカマキリが可愛いんじゃないのって。これ一瞬だったらバレーも撮ってみたいから、こうやって撮らへんし、熊田正史みたいな。撮らへんよ、撮らへんよ。ほんと、いやいや。移動しようよ、多分バスいないわ、うん、移動しようか。これ俺の飲み物だね、これ、うん、ああ、どうしてってやつかな。え、俺のってやつかな、知らんよ。何や、これ飲むし、飲める飲める広い飲み。ケース殺してると思ったけどやめた。せっかく飲む。ちょっと移動してきました。じゃあこの辺で投げてみましょう。これマジでいいよ、このリール、カルカッタコンクエスト、もう一番好きだね。うわ、なんか夏の香りがする。夏の香りとか言っちゃってね、夏の香りがするわ。もう、ああいう障害物ね、一投目ゆっくり投げてみようか。ついてることあるよ、結構。一投目やね、キシギがついてることあるから、まあとりあえずちょっとキシギ輪を通してみる。一発で出たりすることあるね。あの魚の習性はね、
結構人の声とかも聞こえてるから、まあ、あの辺についてたら一発で飛び出ることがある。気をつけて。バスおるかな。絡まっとんじゃん。魚は見えないな。ちょっと群がおるすんだ。え？魚群がおる。投げやな。あ、アユアユアユ。これアユなん？怖い怖いよこれ。怖い釣りしたらめちゃ釣れるよ。これ魚群リーチ。めちゃめちゃ綺麗でしょ。でこの魚群を食べにバスが来るんですよ。ほら。中島さん、この周辺魚がおるよ。なるほど。こうやってベイトがおるかどうかで、バスがベイトの近くにバスおるから。なるほど。うん。ちょっと釣ってみて。これ小アユがいっぱいいるでしょ。これブラックバスの餌になるんですよ。でまあこういう感じでフラフラフラ。トロ巻きしたりして、バスがいれば来るんだけど、こういう感じでね。スピンベイトはこうやってベイトっぽくこうね、フラ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 弱った小魚を演じてくる、もしくは早巻き、まあ、いろんな誘い方があるから、こういうすごい釣れるルアーで、これでね大会でウィニングルアー、いわゆるこのルアーで優勝したっていうぐらいめちゃくちゃ釣れるルアーです。デュオのスピンベイトですね。スピンボイスピンベイト90ですね、これね。スピンベイトには90、60とか50もあったかな。反応ある？石丸さん。反応はないですね。おかしいね。けどこの小屋、小アユ、うん、小アユのこれ天ぷらめちゃめちゃうまいよ。すごいですね、これ。だからこの小アユを専門で釣る人もいる、うん、でこれを釣って餌で、うん、で天ぷらでみんな食べてる。あ、なるほど。あの琵琶湖の名物なんだって。あ、これが名物。そう、小アユで、小アユ釣りって、これ美味しいですよ。小アユ釣りやればよかったな。バスが釣れないやん。でこれだけおったらバスも来てもおかしくないもんね。いや普段小バスはいつもおるよ、ここで。今日いないね。だから沖行ってんじゃないかな。あれ、左はチャガイフ山本さん、右はコーネリアスですね、うん、あれはチャガイフ山本だな。あー、やっとるやっとる。釣る気満々だな。あれ、あの人釣る気満々だな。そしてこの人はコーネリアスイコールカメリン。全力リンリンのカメリンはどうした？何をやってる？あれ、なんかおかしいぞ。なんか盗撮してるみたい。これ盗撮。コーネリアスイコールカメリンの盗撮で、何をやってるんだ、あれは。あれ、なんか何をやってる。あれ、おいおいおい、今度はなんか紫おじさんだ。あれ、秋山専務っていう人じゃないか。あれ、紫おじさん絡んでってるぞ。なんか鍵渡して、あれ、あの二人なんか怪しいな。鍵渡して何を密談してるんだ。危ないな。あ、危ない危ない。あ、今直してあげてるな。リールが壊れたから、これをやりなさいと。コーネリアス、これをしっかり直しなさいと。どうした？え？このアユの大群。うわ、何よこれ。すっげえ。すげえ、やばない？ちょっと待って、何これ。うわ。すごい。すごいな。うん、同じ時期に生まれたやつが、うん、結局同じ大群を作るんか、もう家族っていうか兄弟みたいな感じで。いや、小アユ1年寿命が、あ、小アユって生まれるでしょ。去年生まれて1年間経ってこの時期産卵するので、産卵終えたら寿命が終わり。だから今この子たち、これね、群れとるやん、うん、これアユボールって言うんだけど、うん、これをバスが下からボンって食べるの。あ、
で今卵産むでしょ、うん、で孵化して年越えて来年こんぐらいになる。なるほど。これ小鮎の鮎ボール、すごいね。こんだけ鮎がおるってことはバス来てもおかしないよ、食べに。ねえ、まだ今日はなぜか全然来てないですね。うわ、琵琶湖の自然ってすごい。なんかちょっと上赤くなっとるわ。なんやろ、あれ水冷病ですね。あ、病気あれ。そうそうそう、あれもいつも出る。まあなんていうのかな、まあ今に言うとコロナみたいな、インフルエンザみたいな、もういつもよ、あの皮膚病みたいなね。だから風邪をひいたみたいな感じ。なるほど。ただもうすぐ産卵して一生全うするから、うん、だから今産卵の時期なんですね。これなんかパッと今広がったのは、うん、天敵が来たっていうことやな。そうかもしれない。今広がったり逃げたりよね。ワイの群れはこれ1万匹ぐらいおるかもね。すごいな。もうそっくら中いるもん、うん、でこうアユがいるってことはバスが捕食しに来るタイミングがあるのよ。よね。だからそこに会えるかどうか。これさっきね、うん、多分、うん、あのパッと広がったの俺バスかなんか見て、うん、捕食しようを見てこう、うん、みんなが行ったんやと思う。可能性あるね、うん、でだって昨日も一日やって俺結局1匹しか釣れなかった。3回バイトがあって1匹、うん、あ本当でセム坊主、チャガエフが2匹、うん、1日やよ。夜中の9時までやって結構厳しいよね。そうだ、バスがね群れてれば結構バカバカ釣れる時もあるけど、うん、今日はねバスが見当たらんからちょっとこの時間帯厳しいかもね。あ、ちょっと暑いけんどっかで涼んどんかな。そうそう、沖の方に出とる可能性が。専務、小屋はいっぱいおるけどさ、あのバスが 見当たらん、ね、いつもここにだ20センチ30センチ群れとんだわ。でも今日1匹もいないから5センチのバスおった。あ、そうなんだ。だからちょっとこの界隈いないかもね。ああ、なんかいない界隈でやっても。なるほどね。厳しい可能性があるな、うん、確かにベイトいっぱいおるねこれ、うん、あーすごいおるねこれ。すごいやろ。でもこれ YouTuber 的にはさ、うん、小屋譲りした方が伸びるでこれを釣って、ね、食べた方がすっごい俺のベイトがこれ喜んでくれるよ。みんな下から今からガバーッと、いや来る、時間帯によって回遊してきて50ぐらいのバスが、うん、バグバグバグーって来るのよこれを。みんな食べちゃうんだ。そうそうそう、とんでもないことですね。まあただバスいっぱいいるからね。あ、皆さんこれがね琵琶湖の自然の小鮎ですよ。感動するでしょ。逆にちょっと沖投げとか釣れるかもしれない。そうだね、沖の底の方にでかいバスが。でこれは琵琶湖ナマズとかね、岩床ナマズとかナマズもこういうの捕食するんですよ。すごいでしょ。ちょっと移動かな。ちっちゃいバスだけど5個やろ。ものすごいちっちゃいやろ、うん、5センチやろ、うん、もう10センチに満たない小バスが。そう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 。あとよく見るともっとちっちゃいのがいるよ。全部それ3センチぐらい。本当だね。なんていう魚かわかんないけど、うん、3センチぐらいの。これも小鮎かなこれも。かな、比喩かな。もしくはバスの子供ではないからね、時期的に。すごいもん、ボイルがすごいもんですね。ボイルしとる。ボイルっていうかその鮎ボール。うん、その辺そうやね、全部ブワーってハモだってのちっちゃい。お前ね、釣れんことはないけどね、粘れば。これだけおって魚がおらんって言うと、うん、正直どうなのかな、これもね。うん、来た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 、よしよしよし。うお、流木これこういうのも持って帰ろうかな。あ、持って帰る。いいよね、これ。アクアリウムファンだったらこれ1個ね、うん、これだけで5万円とかするよ、うん、いや売ってるのは1000円とかする、こういうの。 5万ぐらいするかも、うん、持って帰る、これ。あ、かっこいいやん。持って帰ろうかな、これ。アクアリウムやってる人はもうこれ独特な形、偶然釣れた。ちょっといやらしいね。なんでそう、持って帰るよじゃあ、うん、それ持って帰る。水槽入れたら。ここおらんで。すいませんね、移動やわ、はい、カメにも移動しようか。全く当たりないですね。魚がいないわ。気持ちいいけどね。はい、チャヤさん、はい、あの私以前チャヤさんに宿題を2つ3つ授けたと思うんですけど、はい、やってきてくれましたか。まだ課題提出してないですね。
何の話か分かります？分かります。あのオープニング挨拶ですね。違いますか？そうです。宿題を与えた一発ギャグ、はいどうぞ。ないですよ。嫌がらせいない。やっぱりイケメン俳優にはこういうバラエティは無理ですか？イケメン俳優じゃないんですけどね。はい。なんかないですかね。お教えします。ちょっとパーじゃあ一回やってみようか。パー、 あいいじゃんそれ。えでもパーはかっこ悪い。釣れたか。あれバスやるよ。でかい。でかい。嘘。投げろ投げて投げて、でかいおったでかいバスおった。もくもくと釣りをやっています。カメラにも釣りやってます。カメラに何その微妙な表情。微妙だよな。すごいやろ。あれすげえ、うん、こりゃこんなもん食わんわ。こんだけ餌があったらそういう感じ。いやでもこれを食べにフラーっと来てバガーってやってるの。そういうことか。そういうこと。どうします？何が？移動しよう。移動。あ、移動します、うん、魚を釣ろう。はい。よー。暑かったんだ。大谷さんこっち向いて。暑かった、はい、いいよ、ね、泳いでおいで。気持ちいいっすね。気持ちいいよ。深いでしょ。危ないから気をつけよう。いい、ね、魚捕まえれるかな。え、もう釣れんもんで捕まえようかなと思って手手掴みで。気をつけて。皆さん危ないから泳いじゃダメよね、子供はね、はい、これチャイさんは水泳選手なんで、はい、すごいじゃん。はいはいはい。ようやるねこれ。これでそれで落とすんの。いやいやいや、あそれで落とすの。これ無理や。重たいわ。でも向こうにあなた、あなたまた浅瀬泳いでた方が早いで。これ危ないから鉄がこう出とって飛び出る。そうそう、血出るで。浅瀬に泳いでいけば。今は投げてるか。なんかこんなんなんだね。1m70 の90キロの魚、175センチの90キロ。大変だよな、釣ろうと思う。ああ、じゃあ今90ぐらいやろ。90じゃないです。80ですね。81、2ですね。あ、ほんと。はい、まあ、やばい、もうちょっと。いや、多分89とかあるって。90とないですよ、ほんとに。だって線も100キロあったよね、一時。100キロ100キロないか、90でも98ぐらい危ない時あったやろ。92歳やろ。いやいやいや、その後 95.8 までいったや。100はいかんよ。誰のあれ、それやるやん。いや、そうやって言っとったよ、ほんに。いや、そんなに言っとったから。もう言っとった、言っとった。95.8 までいって、それで、しやけどな。92.8 だっつって。まあ、どっちでもいいけど。この、うん、紐がこれくるくるになっちゃって。何？どうした？これで窒息しそうですわ。もう上がり上がりも危ないから。気持ちいいですね。うん、カメリンどう、あれから。どうした？ゼロで。え、何？何も釣れてない。何も釣れてない？うん、釣らないかんね。釣らないかんですね。石丸さんどう？ちょっと反応もないです。移動しよっか。移動しますか。うん。いただきます。カメリン、その首につけてるそのなんかその綿みたいなの何？これはチャンポンゴムです。その髪の毛についてるさ、あ、それで結ぶってこと？そうそうそう。ポンポン。ポンポン。今気づいたけど、首になんかさ綿みたいなのついてるから。ポン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 。ポンポンポンない。秋だからってなって。あ、秋だからやっぱりその髪の毛にポンポンつけることによって。そう。なるほど。秋が来たとみんなに教える。俺カメリンで一番好きな服はさ、あのピンクのさ背中に羽がついたみたいなやつ、短パン、短ランみたいなやつあったやん。あれ俺お気に入りだったんだわ。あのピンクの短ランの。短ランみたいなやつね。ピンクの短ラン着てたやん。ここまでのやつ。あんな服俺初めて見た。背中に羽が生えとるやつとかさ。え、なんだっけ。羽生えとるのもあった。背中に羽が生えとる、なんか背中に羽が生えとるやつとピンクのもう本当に30センチぐらいの超短ラン。行こう行こう。カモソバ食う。
あれ名物なんだ。釣りなんかしても知らないやろ。そうやな。釣れませんこれ。いやだからまあ俺は明日また来月行くけどさ、今日鴨そばやっぱ旅はさ、旅の現場でのさ、はいはい、食事はね。そば。はい。カメリン鴨そば食べる？これなんか食べたことあるね鴨そば。何回もある。美味しいよここの。あ美味しいんだ。うん。カモ、カモの。だからカモだって。はい。そばにカモが乗ってるの。はい、はい。カモの切り身ハムみたいな。あはいはいはい。燻製みたいなやつね。カモだよカメリン。カモが乗ってる。お腹空いてる？申ししますね。ちょっとカモそば食おうか。みんなで。石丸さんも食べる？そうカモ。そう。いやよかったね鴨そば。え、カメリンタバコ吸うの？カメリン、そんな。バレちゃったね。先生がちょっと話す。タバコ。あ、何？カメリンタバコ。まあタバコも吸ってタンランも来て。どういうことや。まあビーバップを意識しとんか。しとんか。ちょっと食べよう食べよう。あ、わかった。カメリンには特別に鯉の刺身をご馳走します私が。食べれるんだ。食べれるよ鯉。いや美味しいんだって。あ食べたことない。イメージはまずいでしょ。食べたらマダイと一緒。味。カメリンだけど刺身があんま好きじゃないよね。そうかそうか。じゃあそばそば食べる。そばそばが。はい。カメリンタバコ吸うもんね。あれ専務のタバコだもんね。タバコを持っとけってちょっと投影だったね。どうしよう。これメニューです。僕はこれ鴨そばの。うん鴨そば定食食べようかな。おお、美味しいですよ。美味しいですか。うん。小鮎の天ぷらも食べます。一皿350円。さあ、いただきます。ビールもあるよ。今ね、あビール飲んでもいいよ。あのね、小鮎の天ぷらと鴨そば頼んだんで。そこら取ってこられたね。そうだ、取っても美味しいけど、神。小鮎の天ぷら食べたことありますか？小鮎の天ぷらはないんですよ。ちょっと苦味があって美味しいんです。美味しいですよ。そうなんですか。鴨は食べたことあります？鴨も、鴨はあるスーパーの。あ、ちょっとスーパーとここ味がもう格別に美味しい場所なんで。本当ですか。はい、あぜひ滋賀県一の名店と言われてます。美味しいですよ。楽しみですね。高いところですね。そこですね。いやこれは結構初めてのなんか面接やってるみたいですよ。4人のね。リモート面接。リモート面接で今からちょっとあの琵琶湖の名物鮎の天ぷらと、なんと空を飛ぶあのカモいるじゃないですか。カモと捕まえちゃってグワッて燻製にしたカモそば。カモが有名な。いやもう滋賀県ではもう野鳥の会も有名でさ、世界中の野鳥が何千種類やってくるっていう、あの野鳥のあの展望台があるぐらいいろんな鳥が来る。まあカモはどっから来てるか知らんけど美味しいよあれは。それ捕まえて食べちゃうの。アイガモはね、カモはそうなんだけど、ただ今から食べる小鮎の天ぷらがまた、うん、うまいですかね。ここのもうね、琵琶湖に来たらここに来なかったら絶対話にならないから。俺いつも来るよここ。そうなんですね。ただ高橋さんなんか3人前しか頼んでなかったことないですか、うん、5人前頼んだよ。アイガモ、アイガモは3人前でみんなちょっとケチっちゃったよ。あケチ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 やった。そばがあるからね。そばがあるから3人前でちょっと一人はそれちょっとケチしちゃったよ。3人前やりゃいいかなって。十分ですよ、ね、うん。いやじゃあちょっと本当に美味しいんで、あの鮎の美味しいとこカメリンさん知ってます？あの骨まで全部食べられる。そうなんですよカメリンさん。バカラ言いましたね。グーグーなってます。もう俺も食べたい食べたい。え食べたい食べたい。美味しいねえ。え、何なんですか。唐突に回すもの何言っていいか分からんすよ、ね、最近俺結構気に入ったのはさ、この物語でこうしていきなりドアップにするのこれ。ウィーみたいな。遊ばんでくださいよ。いやなんで鼻毛とか出たらどうするんですか。いやそれは大丈夫。多少は多少は、ね、だから鼻毛がなかったらおかしいじゃん。まあそうですね、うん、出てるのは問題ですけど、ね、だってさおかしくない。だって髪の毛はさないといけないけどさ、鼻毛はあっちゃいけないって矛盾してない。この頭部にさ、人間って鼻毛は絶対生えるもんなのよ。で手入れしなかったら伸びるって、伸びなかったらおかしいんだよ。でなんか髪の毛は多くないといけないけど鼻毛はなあってはいけないみたいなさ、洗脳教育じゃないですか。だからそう考えたら鼻毛の1本や2本逆に伸ばしていくぐらいのスタイル。 あんまりないのもダメらしいよ。いやだから抜いちゃいけないんだって人体構造上。だから自信持って鼻毛を出してもらう。だってチャイフのさ、よう見てその鼻の下にいるヒゲもさ
3センチの違うだけやで。だからひげから鼻毛までの距離が2センチでしょ、はい、で2センチ上は伸びてたらいかんけど、その下は生えてなきゃいけないって、おかしいじゃないですか。矛盾してますよ。矛盾ですよ。でも地域によっても違うんじゃないですか、世界によっても。なんか許せるとこと許せん。日本はでもうるさい。いや日本はだから鼻毛が出てるだけで、なんか見出しの目が出ないっつって、で俺はそういうの腹立っとるから、もう鏡見ないの朝から。見たら日本人ですからね。いや見ちゃ負けだと思って。だってこのあとたかだか10センチ先の髪の毛はな生えてなきゃいけなくて、鼻毛は生えてるとカッコ悪いっていう、おかしいじゃないですか。あ、来ますよ。あ、来た。話が長くてどんだけ。笠さん、ようやく匂いやばくね。めちゃめちゃいい匂い。で、天ぷらみんなでちょっとケチっちゃったから、一人真ん中置いてじゃん。みんなで割って食べようよ。これね、これここに置いて。うわ、サングラス、やったやったやった。なんか、そうですね。うん、これ鮎はここで、ね、半分っこして、うわこれたまらん。うわ、美味しそうやな。ちょっと俺一個いただくわ。いや、先食べて、先食べて、亀に食べて、食べて。まずね、うん、何からいこう。まあ、蕎麦か鮎か。いただきます。鮎からいこうかな、うん、じゃあ。いただきます。せっかくなんで。どうぞ、食べてください。めっちゃいい匂い。レモンが、レモン絞る。食べて、感想お願いします。どうですか、うん、うまいじゃん。苦味がいい。うん、美味しい。うん、鴨うまいですね。うまい。鴨うまい。だから名店のさ、名店のそばとか鴨そばとか鮎は美味しいよ。いただきます。やば、格上だこれ。うまくない？石丸さん、うまいやろ。もうちょっと値段上げた方がいいよ。そう、安すぎる900円は。これ東京の一等地だったら1杯8000円だわ。そんな上がるんですか？いやだからそれはこう料亭のそばそんなやん。それが900円よ、10分の1だよ。田舎って700円。あ、700円、うん、安っ。定食が900円とかやった。それはうわー、これうまい。あと、これはやばいわ、だって揚げたてだもん。カメに食べれる？これ苦いの。食べたよ。あ、食べれる、うん、好き嫌い正直でいいよ。好きです。あ、ちょっと一匹手で。これはこれ、なんかの葉っぱ。あ、青じそ。うん、高橋さん好きですよ。はい、はい、ごめん。あ、ほんとちょっと苦いな。うん、まいかも。ダメな人ダメですか。うん、苦いの。おいしいですね。どうぞ。おいしい。うまいね。どうかね。おいしい。かんいただきます。俺グルメリポーターとかやっていこうかな今後。あんま人気出ないね。うん、俺朝から何も食ってないよ考えたら。だからうめえんだめちゃめちゃ、うん、今日食べてなかった。食べてない、何にも。コーヒー飲んだだけ一杯。だグミをちょっと食べた2個。うん、そうか、最近極端に食ったもんね。ダイエット中。うん、いいよ。いやけどこれは美味しいわ。このさ、小鮎、うん、これさ、これにつけちゃって。あ、天ぷら。あ、さっき話したんです、話した全部、うん、この小鮎鮎じゃないですか、うん、これは小鮎を稚魚の段階でね、うん、長良川とかいろんな川に放流するんですよ、うん、そうすると30センチのあの大鮎になるの、うん、ただ琵琶湖にいると餌が少なくて、うん、小鮎のままなの。なるほどね。不思議じゃない、うん、種類的には同じ。同じ。ただなぜか琵琶湖にいると小鮎のままで、それを川に放すと、うん、ああいう30センチとかの鮎に変わってしまうという、うん、そういう苔とかもがないのかな、鮎が来るみたいね、うん、
いやあのね、錦鯉のそうなの。うん、どうした？あのプールで飼っとるやつは、うん、まあそこそこ大きくなっとるけど、うん、水槽で飼っとるやつは、うん、やっぱちっさい。いや、餌が少ないんだと思うよ。いや、それなりに。ほんでね、うん、不思議なことにあの、あれ、スッコンの中の水槽で飼っとるやつ、うん、その餌菌として、うん、入れた錦鯉は、うん、めちゃめちゃでかくなったのよ。そうなんだよりも。あれ多分栄養分があるかもな。あって、で、うん、もしかしたらその、うん、スッポンに食べられないように、うん、逃げまくるようになると思うね。ほうほうほう。それでちょっと 体力使ってこう筋肉ででかくなっちゃったのかな。なったんじゃないかなとかね。ほう。いろんなことちょっと考えます。わからん。あの錦鯉はね、そのトビって言って、うん、1匹だけ急にでかくなるやつがおるのよ。ああ、いいよってね。そう。トビ。トビって言って同じ稚魚が生まれた時に魚種によってガーンってでかくなる。うーん、あるあるある。だから成長速度がいろいろある。どうでもいいよね、カメにそんなことねっていう顔をしてたからそばが食えれば。いやでも重要だよね、錦鯉の成長は。やっぱりそうにしてもちょっとここの鴨そばやばない？美味しい。これレストラン三崎奥琵琶湖パークへ来たら俺必ず来るのよ、うん、ここに。美味しくてさ。美味しい。うん、初めてやね、鴨肉こんな美味しいと思ったの。まあ俺いろんな蕎麦食べてきたけど、あの四国一うまいっていう蕎麦屋さんがあるの、うん、そこと互角いやいや美味しい。カメリン汁まで、まあ、塩分取りすぎだからね。ただまあいいよ今日朝から。いやー美味しかったな、ここの鴨そば。これちょっと毎週毎週来てもいいよね。毎週毎週来るんですか？来るよ。鴨そば食べご愛の天ぷらと。あ、食べに石松うまかったでしょ。美味しかったですね。足運ぶ価値はあります、ね、だから見て、うん、次来たら琵琶湖さんのエビのかき揚げ食べよう。あ、そうです、ね、あーいいですね。筋エビのかき揚げ名物がいろいろあるんですね。じゃあ琵琶湖のあの鴨のあれ肉も自家売で買う？買います。今回旅だからさ、はい、釣りしない釣り旅だからさ。うまかったよね全部。怖い。美味しかった。カメリンはどう？美味しかったです。うまかったね。じゃあちょっと移動しよう移動釣りしよう釣り。カメリン、はい、最近結構カメリンのファンが増えてきて、ちょっとメッセージをお願いします。視聴者の方に。みんな俺についてきな。お、俺俺についてきな。あれやってくださいよ、行くわよってやつのあるじゃない。あれは誰もいないときにできるし。ああ、わかりました。気が違う。違う。琵琶湖の空気独特のなんか。そうなんですよ。で、琵琶湖ってできてから何年ぐらいかご存知ですか？わあ、1億年くらいですか？2億年って言われてるんですね。2億年。まあ私が勝手に言ってたりです。実際は、でも本当にもう何十万年、だからものすごい昔に大隆起か大地震ですよね、はい、かなんかわかんないけど、それで湖がで日本で一番でかい湖ですよね。あ、琵琶湖が。琵琶湖がで一応世界遺産みたいな、世界何大湖。なんでかっていうと、これ奥琵琶湖なんですけど、これをちょっと行くと水深が 100m あるんですよ。あ、そんなにあるんですか？そうです、そうです。だからもうものすごい深い、100m 以上深いラインもあると。で、南湖の方あるでしょ、はい、南湖の方はほとんど 5m、 平均で 5m がバーッと続いてる。で、こっちの奥琵琶湖の方に来ると水深が 10m、20、30、40、50で深くなって、一番深いとこは 100m。 バスはどっちの方が？バスはだいたい 10m、 あ、10m より浅いところにいるって言われます。 10m よりも浅い。あ、じゃあどっちで釣っても一緒っていうことですか？いやいや、だからバスはその深いとこあんま行かない。だから基本は 10m より浅いラインにいるぞと言われている。場所がっていうことは南高の方も多いっていうことですか？うん、まあ今はまあ南高も少ないですけど、基本は浅いライン 5m ラインとか、ああその辺にいると。4m ラインとかで、深くても 10m、 まあ時折ね 20m ラインにもいるけど、基本は 100m のところに行かない。生活しづらいと。なるほど。っていうね、この琵琶湖の
ブラックバスの生態で。で、琵琶湖のブラックバスっていうのは、ラージマウス、スモールマウス、フロリダバス、3種類のブラックバスの交雑個体なんですよ。え、そんな、あ、バスにも出身地があるってことですか？そうです。だからフロリダバスっていうフロリダの大きくなるバスと、はい、あともう一個、ラージマウスバス、大口バスですね。それが交雑しちゃった。だから DNA 解析したら、その3種類の遺伝子が持った3種類のブラックバスの DNA で出てしまう。あ、もう雑種みたいな感じですけど、ね、そうです。だから四国のブラックバスでしょ、はい、顔つきが全く違う、うん、あの交雑個体。四国はどこなんですか？四国は基本はラージマウス、あのフロリダはほとんどいないと思います。あ、フロリダチェイスはいないんですか？フロリダは、まあ、もしかしたら誰か3つ放流してたらいるけど、あ、基本はラージマウスだから。四国の野池で釣ったバスなんて顔がヒラメみたいに目が離れてる、はい、でこっちで釣ったやつは、特にこの辺で釣ったバスは口が小さくて、はい、あの目がギョーンと出てて体高があるみたいな。だから全然同じバスでもね、 DNA 的にちょっと雑種系みたいな。でバスはアメリカからですか？アメリカじゃないかな、メキシコとかアメリカだと思う。あ、そっちの北アメリカの方。そうそう、あっちの辺、メキシコアメリカのあたりが、まあバスのもともといたところで、でフロリダにもバスがいて、でフロリダバスっていうのはでかくなるんですね、普通のバスより。ただもんで、ね、バス釣りやってる人がこれは面白いっつって話しちゃった。っていうことは、はい、フロリダさんが多いところにバスも、はい、でかいバスもそういうたくさんいる可能性があると。だから琵琶湖は世界記録のブラックバスが釣れた。あ、そのいろんなのが混じってまたすごい個体ができたと言われてますね。あと一説には琵琶湖のおとりで魚の3倍体の研究をやってた、はい、5倍体とか、はい、ヒラメの 3倍体5倍体、はい、DNA をいじることによって。え、 DNA いじったんですか？魚の研究所でやってたんですね、はい、でそれが逃げ出したから10キロを超える。あ、それが3倍体5倍体のバスじゃないかとも言われてる。あ、それを誰か釣ってしまったとか。そう、だからこれは本当のとこ分かんなくて、実際その琵琶湖 あのブラックバスの3倍体の研究とかをやってたみたいな。あ、そうしたらもしかしたら養殖なんかしたら、あのしたらいけないですけど、うん、そういうことをすればもっと大きい個体も作れるかも。それは DNA いじっちゃ簡単ですよ。 あのヒラメの3倍体5倍体成長スピードがガーンでかくなる。もう遺伝子いじっちゃって。でもそれだったら人間にもできるっていうことじゃないですか？できますよ。だから2メートル3メートル3メートル4メートルの巨大な。そんなものは10メートルです。10メートル巨人ですよ。それが進撃の巨人の題材になって、 あれ DNA いじったら簡単なんですよ。これで今は僕は本当にこれね、まあ、海外では魚で真緑のね、もうライトグリーンってあるでしょ、はい、もう蛍光緑、はい、ああいう錦鯉がいるんですよ。蛍光緑の錦鯉。だからいろんな魚の DNA をいじってそこをガーってやると蛍光グリーンあるでしょ、あの、はい、あんな魚いないでしょ。ですね。川に見ないですよね。だから錦鯉も真緑の蛍光グリーンの魚とか、だからあれも DNA をちょっといじってやっちゃうとできちゃうし、はい、できるんですか？人間にもできますよ。真緑の人間、真緑、緑人間ができるね。 DNA いじったらね。すごいでしょ DNA 解析って。すごいですね。すごいことなんですよ。だからそういう遺伝子を組み替えちゃうと、はい、進撃の巨人がリアルにできるという。なるほど。でこれはねちょっとまあ、本当かどうか知らないんですけど、某組織がですね、海外の人間ライオンっていうのを作ったらしいんですよ。人間ライオン。ですから人間の精子とライオンの精子を合体させちゃったんですね、科学で。で生まれてきたのが人間ライオン。それなんかあれ童話かなんかでなかったですかね、そういうの。まあ本当かどうかこれ僕も見たことないんで分かんない。ライオンキング。ええ、で、うん、やろうと思ったら魚と人間を合体させることが科学でできるらしいんですね。あ、そうするとリアルマーメイドですよね。それはなんかチェッカーズの歌でなかったですか、うん、あれ リトルマーメイドやったっけ。知らない、知りません。そうだ、人魚姫ができるっていうことですか。できます。だから頭は上半身から上は人間で下半身は魚が泳いじゃん。
なるほど。とんでも頭は人間だからもう車言葉もそれで危ないですよ。あ人魚は怖い。すごいですね。怖いですよ。でもその人魚で、はい、あのエラ呼吸ができたらいいですけど、うん、できなかったら大変なことになりますよね。だからいろんな組み合わせでやってみないと分かんないけど、まあそれが人道的にどうかということで、うん、基本はやっちゃいけないっていう法令で規制されてるんですね。でもそれを人魚姫とか考えるっていうか、そういうのを空想した人って、はい、未来のそういうのがちょっと分かっているっていうか想像できた人が、そうかもしれないし、なんかな、そういうのって、なんならカバ人間っていうのもできるんですね。あ頭が人間で体がカバ、怖いでしょ想像したら。怖いっていうかその人がかわいそうかわいそうというか、まあまあそれできるかどうか知らんけど、おそらくできるんじゃないかなと。だったらセミと人間を合体させたセミ人間って、それニュースの山下くんみたいな、あ山 P さんね、山 P さんとか、あと最近では包茎する方も増えたりしてね、胸を大きくしてしまうみたいな、 あれもどうですか。なんでしょう、いや僕もあんまりちょっと自分の体いじるのはねどうかなっていうタイプだったんですけど、つい最近まで、はいはい、ただでも最近変わりましたね考えが。あ、まあ、好きにしたらいいんじゃないかと。うん、そうで、その人たちが、うん、相手の方もね、うん、それを望むんだったらそれでいいんじゃないかと。だから整形とかもありあり、もう好きにすればいいんじゃないかなと。うん、そう、うん、それでその時になぜかって言ったら、あの、うん、春の愛とかって僕大好きなんですよ、ああいう人。あ、そうなんだ。うん、ただ整形は失敗したら怖いじゃないですか。そうよね。そういうのもリスクもあるから、うん、もう僕は自然なままでいいかなって。たまにね、あの綺麗な人がね、うん、より綺麗になりたいって言って整形したりとかしてちょっと失敗することもあるし、成功もあるし、うん、もう分かんないね、やってみないと。ということで今回の旅どうですか。まだ釣りは続いていきますけど、釣り、まあね、とりあえず使命感で誰か一匹、うん、まだ全員坊主だもんね、うん、あれはいけないな。そうよ、西村さん、これ山右側に見えるでしょ、月のワグマの生息地になってます。ここがですか。出ましたよ去年も月のワグマ。でも、はい、最近ニュースでよくね出ますよ、人を襲うことが、はい、ここから30キロぐらい先でね、新聞配達おじいちゃんやってたんですよ、はい、朝方5時に後ろからいきなり頭を月のワグマの泉でかきられて血まみれ。いや僕ね、あんな傷跡とかどうなるんかなとか思ったりとかして、ちゃんと治るんかなとか。いやまあ多少は残るでしょうね。あんな顔面とか引っかかれたらシャレにならんの。あの一応顔面引っかかれて鼻がなくなったって人います。マジで鼻がなくなっちゃった。だからつけ鼻ですよ、そんなの。あと耳がもげたりね。そんなレベル。いやだからもう爪がもうナイフみたいになっててグッてやると突き刺さるんですよ。突き刺さったままグイッていったら皮がめくれたり。あその打ちどころ悪いとね。なんかね軽症の人もおるじゃない、たまに。そう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 、ね、重症の人と軽症の人ってどう。だから手をガブガブって噛まれて、うん、ちょっと手が血が出てまあっていうぐらいの人と、うん、噛みどころでね。まだ噛まれる方がええんかな、引っかかれるの方がやばいかな。いやまあ両方だもん、両方やばいから。とにかく噛みつかれた時は全力で怒鳴って抵抗すると、うん、YouTube でいろいろそういうシーンあります、うん、ある釣り人が歩いてたら月のワグマがいきなり噛みついてきた、はい、そしたらクワルーって蹴っ飛ばしたら、うん、ビビってピューッ逃げてった、うん、もう噛まれたら全力でもう抵抗する、でもこっちの方が強いんだっていうのをそうするとアピールせんというか、ね、向こうもびっくりして、うん、うわっって言って結構逃げていく。だから、うん、90歳の元空手家のおじいちゃんが膝蹴りで退治したとかあるじゃないですか、うん、ああいうこと実はあるんですよ。で僕がびっくりしたのは87歳のおばあちゃんがね、うん、イノシシに襲われたんですよ、うん、でおばあちゃんは今勝ち気なおばあちゃんだからスコープで頭ぶん殴ったら、うん、あのイノシシがそのまま死んじゃったってイノシシ殺しのおばあちゃんって火事場のクソ力みたいな。そうです、おばあちゃんに、ね、指が切断されたらしいよ。
指噛まれてイノシシに指切断されたんだけど、もう反狂乱でスコップで頭殴ったらそのままイノシシ死んじゃって、イノシシ殺しのおばあちゃんなのに、とんでもないおばあちゃんなの。いやね、そんな、あ、うん、これ右ですか。右ですね。いや、そのね、ほんとそれはその時になってみると分からんよね。もう必死で抵抗するしかないですね、月のワグマが来た時は。いや、俺なんかでも動けんような感じです、硬直してからだから。いやいや、かもしれない。もうね、もう獣だよ、うん、手追いのクマは怖いから。ただ9割方のクマはね、なんか人間見るとビビってスーって逃げてくみたいな、うん、でこっちが逃げると追いかけてるんだって。ああ言うよね、そういう習性が、ね、だから見つけたら刺激せんようにスーっとゆっくり遠ざかる。そうすればだいたい 98% そのままは何もないけど、たまに襲ってくることが。はい、移動してきました。このね、滋賀県はいいですね。いいでしょう。高橋さん、はい、絶世の美女がいると有名なあの方見てください。ああ、今売り出し中の、売り出してもない、自然にあの人、カメリンさん、ちょっと近いって近いって。ああ、いいんですか。いい、ちょっと喋りかけて。絶世の美女と言われてる。こんにちは。ここ釣れますかね。ここはね、一回釣ったことがあるんですよ。また嘘を。マジっすか、カメリンさん。ちょっと、あの、虚言癖ないです。かなり、カメリンさん、ここ初めて来られましたよね。初めてですね。はい。じゃあ、釣れたことあるんですよ、でかいのね。なんだけワーム、ワーム。ワームです。水草が多いから、ワームで攻めよう。ちょっとカメリン1匹釣ろうよ、ワームのセットで。もうあと1時間ぐらいしかできんから今日、はい、今日のでも琵琶湖滋賀県バス釣り旅いいね、はい、あの季節もだいぶ良くなってきましたね。そうだね、はい、うん、でまたカメリンさんも来てくれて、今日は来てくださって、カメリンさん必殺技でちょっとやってもらっていいですか。お願いします。練習中、雷の呼吸キノコだ。え、キレキレ、インサイン。まあまあ普通ですか、カメリン。え、何？大丈夫？大丈夫です。ちょっと釣りしよう。はい。ちょっとみんな釣りやっててます。釣れそうですね、一匹ぐらいね。あの水草の奥に入れれば魚がいたりして。どうした、カメリン？あの水草の奥に入れて落として中に手前に入れるみたいな。投げる、思いっきり投げ、思いっきり投げや。あ、いったいった。で、あれでそこまで落としてゆっくりちょんちょん引いてくる。で、水草に引っかかりそうになったらもう巻いてくる。セム、どう？結構繊細な釣りになるんでね。西村さんどうよ、今日みんな坊主やね。おお、めっちゃ飛距離出たよ。飛ぶね。飛びましたね。どうした、どうした。おるよ、今折ってあります。何センチ。ちっちゃい時折った。うまいことアプローティングしたら、ちょっと一匹誰か釣らんと。さすがにあれ、ボイルしそうになるね。どこ、あの真ん中の辺、ちょうど港の押しとるかもな。あ、ほんとや、うん、ちょっと一匹一匹、うん、難しいね。でも背景がめちゃめちゃ綺麗でねえ。え、あ、投げたの今、うん、魚が投げたの。いや、向こうでボイルしとったよ。ボイルしとった。だけどこれヤシだよね、今回の。あの、今回バス釣りじゃないんだわ、うん、魚釣り、滋賀県魚釣り琵琶湖旅なんだ。いい題名だね。そう、だから釣りはおまけで、この空気とか自然を語る。なるほどね、釣りがおまけなんだね。釣りはおまけ、もちろん釣る釣らんじゃなくて、空気をと自然を楽しむ。なるほど。このウォーキングみたいな。あ、もう釣りならへんこれ。ちょっと反応ないね。でもね、それもやっぱあれやろ、右で巻くと超過はちょっと上がるわな。まあ断然右巻きじゃないだよね。
あ、まあ右巻きってか 俺が右が好きだからね。あーね、これはね右巻きとか左巻きないんだよね、うん、好きな方でやればいいんだ。そう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 、これ全部、これ何か分かる、この草。これはあのあれよ、今ね社会問題になってるヒシモ。あ、そうなんだ。これがねもう日本の水草じゃないですよ。どん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 増えちゃうでしょ。これと仲間、このね、これはですね、これ何だっけ、これ有名なやつや。金魚もですね、アナカリス。アナカリス、そう、これも外来草なんですが、もうこんだけいたらもう駆逐しようがないでしょ。そうだね、もうあの冬になっても冬越しちゃうんで。あ、なるほどね。だけど秋山さん、俺が最近一番腹がってるあの鳥がおるんだけど。何何、当ててみて。鳥、鳥、なんとね木に穴を開けちゃう。そう、とんでもない害鳥だと。いや、これはでも、まあ、でも知れてんじゃない、ちょっと穴開けてる。もうそうそうそう、逆にいいかもしんないけど、いや木から考えたの、逆転の発想で木から考えた時にキツツキってもしかして害鳥なんじゃないかなって。ああ、害鳥、害鳥、害鳥、だって穴開けちゃうんだもん。害鳥は聞いたことある、害鳥は聞いたんだないね。何、誰か、誰から聞いたの。いや、あの茶貝さんが。いや、まあ俺が考えたんだけど。カメリー、はい、今社会問題になってる木に穴を開けちゃう特殊な鳥っていうのがいるんですよ。ああ、知ってます、知ってます。何ですか。木から始まるやつですよね。そうです、俗に言う。何ですか。キツツキ。そうで、うん、あれ僕ね、うん、第三者の立場から見たらまた感覚変わると思うんですよ、はあ、だから木さんから考えたら自分の体に穴を開けてくるとんでもない害鳥キツツキだって木さんのことを一位に考えた。なぜか人間って、はい、鳥とかキツツキさんを一位に考えるんですけど、そうです、ね、僕は昨日木のこと考えたんですよ、はい、木がもし一番尊いものだったら、はい、その尊い私たちの木材に穴を開けるっていうことは害鳥じゃないかと。確かに確かに確かに、それは言うてる。まあ、これ以上言うと怒られそう。野鳥の会の人にお前らいい加減にしろ、嘘を言ってるなって。ただそういう見方もあるっていう、僕が言いたいのは視点を変えるだけで、じゃあゴキブリさんどうですかって、うん、あれは害虫みたいにされてるじゃないですか。あ、だけど木から見たらね、ゴキブリはそんなに害はないと。害はない。ただ自分たちの体に穴を開けるやっぱり害鳥のキツツキ、だから木さんから見たら害鳥だなという、立場を変えれば物事って白にも黒にも見えちゃうんですよ。それが言いたかったわけ。すごい授業だろ。すごい授業です、明石大学。今回も無料でいいよ。本来なあれやで、普通の大学年間100万とかやろう、うち年間500万取るで。あ、高いです、ね、500かける4年で2000万を俺タダで教えるっつうんだから。貴重な、貴重やろ。ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。面白いったら帰ろうか、はい、でも今回のどう、滋賀県琵琶湖旅、うん、全員坊主だったけど今のところ、はい、とりあえず竿を投げて、あと美味しいそば食べたり、自然のこの鳥のさえずり、うん、いいじゃないですか。いいと思います。うん、気持ちがいいですね。気持ちいいですね。気持ちがいいですね。今回の動画も長くなりそうだぞ。昨日の動画見てくれた？まるっとお届けだね。1時間43分。誰が見るんや。でも結構高評価やで。再生回数2000回。グッドは100あるから。長い動画も。たまにはね。ASMR だな。それもルアー何を使って投げたの？もうね。うん。さっきちぎれちゃってね。ああ、もうぐちゃぐちゃだよな。もう釣れないから、ちょっと場所移動するか。茶貝さん、はい、今日ちょっとクイズをやりたいんですけど。クイズ。鳥っていろいろいるじゃないですか。はい。でさっきカラスが飛んでて、はい、であとウーですね。あ、はい、ウーみたいな魚を食べちゃうような、はい、うんうんうん、で今自分これね、野鳥の会の人とか怒ると思うんですよ、はい、ただ僕の感性で、うんうん、勝手な順位を僕の価値観でつけさせてもらった時に、はい、鳥すごい害鳥がいるんじゃないかって思ってるんですよ、はい、で
あくまで僕らの、はい、その本当は分かんないですけど、うんうん、僕の立場で見た時どう感じるかで、はいはい、見た時に、はい、茶谷さん的にその一番悪い鳥なんですか。あんまり言いたくないんですけどね。あ、はいはいはい、まあ、いいですか。どうぞ。まあ、キツツキですよ。なんでですよ、やっぱ穴ばっかあげちゃってですよね、はい、あの尊い尊い尊い木を利用して、はい、だから相手のこと何も考えてないの、キツツキは、はい、僕どっちかっていうと木側の人間なんでしょ。俺もそうなの、はい、あ、そうですか。だから、はいはい、木として生きててさ、はいはい、その木のこと思いやったら穴開けるって、はい、カン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 穴開いちゃうんだよ。あれ害鳥ですね。でそっからゴキブリ入ったりカブトムシ入ったり、はいはい、それで自然が循環してるんですけど、はいはい、木さんから見た時に、はいはい、人間から見たらね、すごくすごい、キツツキすごいってなるけど、はい、勝手な先入観で、木を偉いと見てくださいよ。はいはいはい、害鳥です、あれは。あれ害鳥ですね。これが、あれ以上の害鳥いないです。あれが一番害鳥です、ね。いかに俺怒られそうだな。この冗談通じない人いるから。ああ、中にはね。うん、あの冗談通じ、いい加減にしてくださいっつって、あの子供が、子供が、うちの子が、変なこと覚えちゃったキツツキは害鳥だとか言っていけませんね。やめた方がいいんじゃないですか。だけど、はい、僕も子供の頃に、はい、あのお坊ちゃまくんとか読んで、はいはいはい、そのうんことかなんかそういうものを体に染み込まされたんですよ。あ、うん、そうですね。卑猥な漫画を、はい、昔はありましたね。その卑猥な漫画をね、まあ、教育的に僕別にそんな悪いと思いませんけどね。そうですよね、はい、うん、それはもう本人がね、まあ、これは必要なものか必要じゃないかっていうのをこう選択して生きていけばいいと思うんですけど、うん、だから やっぱ僕が言いたかったのは、立ち位置によって物事って180度違って見えるんだなって、はい、うん、はい、深いですね。深いですよ、はい、じゃあキツツキは害鳥ということでね。まあまあ木さんから見たらはいはいはい、人間から見たらなんか珍しい、キツツキなんか見たことある、はい、僕ね生で見たんですよ。どこで。高橋さん家の近くの山で。あの害鳥が、はい、コン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 って音だけ聞こえて、ほう、はい、僕秋山さんと一緒にいたんですけど、うん、何の音かなと思って見たら、うん、キツツキでした。どんなんやった。カンカンカンやと遠くの方でカン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 。で本当に見えたの。見ました。あと僕あの茶垣 TV で撮りました。ああ、あるんだ、はい、それだいぶ昔ですけどね。そうか、あんたとんでもない害鳥を撮っとるね。そうです。で相変わらず笑さしとった。笑さしとった。木に穴を開けて、はい、木さんがかわいそうやん。はい、かわいそうです。でも僕はその時、うん、あんまり木の気持ちになってなかったんで、うん、普通に単純に、うん、あのキツツキ、ああ初めて見た、すげえなーって。おるんや。本当に木ついとるじゃねえかと。カンカン穴開けとったん、はい、めっちゃ響いてましたもん。カン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 。へえ、秋山さんも知ってますよ。あの害鳥は、あの害鳥も悪さしとった、また、はい、いや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 。もうそろそろ帰りますか。そうですね、はいはいはい、秋山さん反応あった。秋山さん反応あった。ちょっとあなたの茶垣 TV の方でさ、あの害鳥何本当にガチで撮影成功したの。撮影してよ。キツツキや。害鳥が。害鳥。その時もねコン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 木に穴開けとったんよ。木に開けとった。ほう。あ、見てくれてないもしかして。見てないよ。そりゃ見ねえかんわそれ。もう飛ばし飛ばしジョンジョンジョンでこんな感じ言って。めっちゃ映っとるから。本当。あの害鳥が。害鳥っていうかな。いや俺はね、ああ、うん、世間では貴重な魚、鳥っていうんだけど、ああ木さんから見たら害鳥かな思って。木さんだって自分の体に穴開けてくる悪いやつやね。だから立場、カメリン、俺が言いたかったのは、物事って見る立場によっても全然違うんですよ。違いますね。だから俺は今キツツキのこと害鳥と思ってるけど、うん、カメリンはどう、率直に。可愛いキツツキ。ああキツツキ最高。キツツキ。カメリン、キツツキのモノマネやってくださいよ。じゃあ求めすぎ、これ俺、ちょっと引っかかってた。どうした。これなんか、ブレーキかかってもみたいな感じなんですけどね、このリール壊れとる。あ、壊れてるんですか。ちょっとなんかグリグリしとる。うん、まだ新品だよね、これ。いや、違う、踏んで曲がっちゃったの、中が多分。あ、ちょっと修理してなんか、ね、ちょっと壊れかけ、ごめんね。いいですよ。壊れかけのレディオ。全然平気。壊れかけのレディオですね。あ、ちょっと質問があるんだけど、専務の好きな、一番大好きなアーティストって誰。アーティスト、うん、誰だろうね。大カメリン、じゃあ一番好きな音楽家、アーティスト。あいみょん。あ、まあ、名古屋、あいみょんがいいんだ。名古屋出身だね、俺は。名古屋出身のね、うん、浅井健一って分かるかな。浅井健一、
あ、ブランキー、ブランキージェットシティ、ね、あ、知ってる、知ってる、うん、見たことある、うん、俺の友達が大好きでブランキー、ブランキーってうるさかったんだわ。あ、俺もあの車の中にブランキーがもうで、俺にいいって言うのに勝手にどんどんテープを聞いてくれみたいな。俺はそれはしないけどね、うん、押し付けられてちょっと嫌になったんだなんかブランキージェットシティの CD がなんか聞け聞け聞けってどんどん渡されて、ちょっと俺は、まあ、明るい歌もないけどね。ほんと、アルさん、どう、一人で黙々と釣りやってるけど、もうそろそろ終わるけど、今本気でやってるんですけど。本当、さっきからワシかトンビかなんか飛んどるよね。あ、それも聞こえないぐらい集中してました、うん、マジで。ああ、西原さんの中で一番好きな鳥は何ですか？アホウドリです。へえ。何すわ、アホ、アホウドリって日本におるの？あれ、いや、おる。軍艦鳥みたいな。まあ、いや、そ、今のは冗談だけど、うんうん、鳥って なかなかないよね。こう、あのね、これっていう、これ滋賀県の琵琶湖にはあの野鳥観察の施設もあるぐらい、いろんな野鳥が、世界中の野鳥が集まるの。だから野鳥を観察する施設もあるし、あの望遠鏡とかで、だから世界中の鳥がここに羽を休めてまた世界に飛んでいくっていう中継地点になってて、すごい場所なんですよ。紅白とかで見えたら、あの赤と白を数える人がおるやん、最後、うん、手を上げて観客の子を、うん、上げた人もね、うん、あれ多分滋賀とか福井とかその辺やな、あの野鳥の会とか、うん、そうなのかな、なんかこの辺りだと野鳥の会の人がこうカカ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 野鳥の会じゃなくてもいいでしょ、もう普通にコンピューターで今時さあ、カメリンさん、ちょっと釣れないじゃないですか。今回の滋賀県の琵琶湖一人旅、楽しかったですね。楽しかったです、ね、いやー、一日釣りと旅、どうしたん？もうあの終了します。帰ろうか。昨日と今日と別に分坊主ですけどね。あ、坊主？もうバス釣りはやめません、うん、ね、え、何で？もうやらん？バス釣り やめません。あ、やっていく？やってきます。あ、今このまんま？いや、今日は帰ります。あ、今日は帰ってね、いいよ、また今度。あ、ぜひ私の今度地元に来てください。今なんか、うん、ルアーでタイが釣れるらしいんで、キビレとか。へぇ、イレギュラーらしいです今。ほんとに。うん、茶川さん、なんか覚えれば覚えるほど釣れんっていうのをこう実感してきましてですね、うん、ブラックバスっていうのが。いや、ビアコルマスこんなもんよ。そんなもんなんですね。だって昨日1日やって昨日は3バイトしたっていうのはまあまあよ。うん、まあ、運が良かったんだね、僕。ただこれ時期によっては俺一人でそこから100匹釣っちゃった。あ、5時間で。そういうとこもあるんですね。5時間で100匹、もう入れたら釣れ、入れたら釣れって、うん、そういう日もあるけど、うん、基本はポツポツしか釣れないかな今は。通い詰めた感じね、うん、時間が許される限り。そう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 、それはね、バスいないです、あんまいない。あ、ここいないんですね。いないところで投げてもダメですもんね。ポツポツしかいないしね、うん、まあ、でも楽しかったですね。今回のはだから、あの音と風と景色を見る ASMR 動画なんですよ。この間だったどっかのチャンネルでさ、はい、2時間 あのいわゆるクソ動画ですよ、はいはい、いわゆるそのなんか山と川と、はいはい、山と川とこさ、トリッパで10分10分10分みたいな、うん、何百万再生ですよ。冗談じゃない、そんな手抜き動画でね。そうですね、うん、こっちはだからトークも入れながら、逆にトーク入れん方がいいかもしれないけど、うるさいっつってこれ波の音と風と景色、まあ、こっちはトークも撮って、飯テロも撮って、うん、釣りまで撮って、うん、3000回じゃ話にならんすよ。んな3000回きついな食えんな、あれは。そうっすか、帰るも僕あの水にも入ったんですけどね。うん、まあ行けない、車内でな、あれで2回でも増えてくれないんですけどね、紹介するか。それまあ勝手に入っただけじゃないかって話ができる。あ、そうか。今回も長い動画にしようと、もしかしたらパッてあんた動画アップロードされたらさ、ほぼノーカットでこれ2時間になっとるやないかって言って何の動画ですかって。でもたまにはいいんじゃないですか、今までないからこういうの。あれ、キススキンとかカットで。 え、なんで外調でガチで、なんで。いや、するのかなと思って。使うの？使いたいよ。ああ、ちょこちょこ出しとるよ、外調って。いや、ギャグ、ギャグで。あ、ギャグで、はい、いや、だから俺が言いたいのはあの物事の善悪ってさ、うん、立場が変えたらこんなに違うんだっていう、うん、それを子供たちに学んでほしいっていう、はい、普通の学校教育のもう一個上行った上層教育、はい、うん、だから傷つき害鳥っつってほとんどの人怒るんだけど、うん、いや、じゃあ木さんの立場から見たら、木さんっていうのはもう学あのあれ的にどうなんですかね。
ね、木さんなんていう人いないし木さんってなんすか。いやいやだから木から取ったらさ分かりますよ、自分の体液を吸ってくる害虫、はい、穴まで開けちゃってでシロアリ、ね、いでだけど中で虫を放置くと食ったんだよ。うん、あ、液腸じゃん。そうですよ、あの虫を取るんですよ、あいつらが。そういう、あ、じゃあ弱った害虫、害虫を食べる、あの芋虫とか食べてるイメージ。なるほどなるほど。まあ穴も開けて巣も作るけど、多分まあ共存共栄じゃないかな。あれって何のために穴開けるの、そもそも。キツツキって住むんだよそこで。自分の家をさ、見たことない、こうやってやってる。だから家がないからさ、悪すぎません。じゃじゃ家がないからさ、人の体に穴開けて体に住むって言うんだよ。穴開けちゃって。普段の感覚が山だから。そうそう。で足も多分取っとるの。ああ、じゃあ共存共栄で液腸やん、そっから考えたら。そうやね。立場がまた見る目が変わりましたね。見る目変わったわ、はい、ああ、その角度変えたら。そうですね、物事って変わりますね、うん、でも木さんから見たらさ、あの虫とキツツキ両方いなかったら何でも安泰やん。その害虫のさ、自分の体のさ、どこにゴキブリとかカブトとかが穴開けてきたりしてさ、血が出ちゃって樹液が、それをチューチュー吸いに来てさ、そしたら今度そのチューチューする虫が美味しいってキツツキが穴開けに来てさ、やっぱり木さんから見たら害虫と害鳥だ。あの、すみません、あの高橋さんはなんで木側なんですか。いやいや、害鳥って言いたいだけ教育になってないじゃん。なってないな。いやいや、今回のあのそういう僕思ってるのは、その大人たちが子供たちに、これ一応大人向けのチャンネルなんで、ああそうですね、で大人たちが子供たちに綺麗なものを見せすぎることによって免疫がつかないと思うんですよ。それはありますね。だからちょっと大人汚いぞみたいな部分も子供たちに、そういう悪い生き物もいるっていうところを俺は現実を突きつけてやる。確かに。そしたらやっぱリアリストな子供が出て、はいはいはい、そのね、中3になってもサンタクロースがいるみたいな、ちょっと困るじゃないですか。困りますね、うん、いますけどね、おるね、はい、そりゃ宇宙人が女もサンタクロースおるわな。いますよ、ちょっとおるんで、おるよ、はい、ちょっと毒はいいってことですね。いやいや、だからちょっと話変えるけど、サンタクロースはいますか。いや、もう言うと いますよ。じゃあ分かった、本音で答えて、もう嘘言わなくていい、営業トークいらん、はい、宇宙人いるかいないか本音で言って。本音で、本音で言って。宇宙人はいます。うん、なんで笑うんですか。いるでしょう。おるよ、俺も。はい、じゃあ秋山さん、もうこれ演技とか空気とか、忖度なしで。いや、忖度なしで、どうぞ宇宙人は。いるかもしれない、ね。俺変わっちゃったよ。だって僕そうだ。うん、あ、一生僕秋山さんっては言えない。断定できんけど。いやいや、半年前の宇宙人なんかおるかって3日前も言っとったやん。そんなもんおるか、宇宙人なんかって。いやいや、これだけ星があったら、うん、いるかもしれない、ね、ちょっと感性変わったでしょ、まあ、幽霊よりもまだその可能性が高いかもしれない、うんうん、はあ、神、ね、見たことないんだよね。それ俺も見たことない。神、宇宙人でやっぱおる。おる。あ、断定しちゃった。断定しとる。いるんだ。石丸さん、宇宙人やっぱいる。はい。いや、本音で言うの、その空気とか読まなく、自分はこうでいいから。宇宙人はいます。こういる派。神に、神には宇宙人はいる。いる。いる。で、ちゃが、もういるかもしれない。いるかもしれない。いるかもしれない。でも、普通に考えたら俺もね、まあ、会社で行って前ね、会社でね、あの月刊ユーミン読みすぎのおじさんがさ、宇宙人はおるって俺びっくりしたんだ、初めて。10年前、あ、7年前にさ、会社でさ、宇宙人おるでって、あの宇宙人がおるとか会社で本気で語っちゃうおじさんおったんや。でよくね、ソースはソースはって言ったら月刊ムーやったんだよ、はい、月刊ユーミン読みすぎで宇宙人がおるって言って、当時俺もバカにしとったけど、最近ね、その地球誕生を考えた時に、宇宙人もいてもおかしくないなっていうか。実際俺小学校2年生の時、宇宙人にあのさらわれたことあったじゃん、たこ揚げしょって、はいはいはい、さらわれたのにちょっと持ったけど、はい、UFO 飛んどって見たことあったから。え、まあそれもまああのあれじゃない、うん、見たかもしれないみたいな。まあな、でも宇宙人がおったらサンタクロースもおることになっちゃうもんな。まあそうだね、うん、ワープしちゃう。サンタクロースおる。宇宙人だよ。アップダメですよ。ノーアップですよ。
これめちゃくちゃレベルやこれ。こんなにして顔どうしたにしたからしたか。何ですか。あすみませんすみません。はい。すみません。帰りましょうか。お疲れ様。綺麗ですね。ということで今回ね、ダラダラ長江琵琶湖巡り旅どうでしたか。撮影素敵な時間でした、ね。はい、じゃあ最後集まってくる3人で赤メインも真ん中にということでお疲れ様でした。景色が良かったですね。はい、癒しの時間でしたね。では今日もカメイン、じゃ最後に締めをお願いします。オーケーオーケー。やっぱりこう撮っとってやっぱカメリンが画面映えする撮りがいがある。全部アップしようと思わんもんマジで。いやわざわざ全部顔をさグリーってさアップしてもらえないか。アップしたらさやだわ。俺カメリンはなんかさそのなんかあの犬とか子猫とか小動物を観察してる感じ。カメラお疲れお疲れ。